ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、神を乗っ取った悪霊の話を含むシリーズものを紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、お菓子を報酬としてたまに除霊している友人シリーズだ。なんだか面白いタイトルね。今回、このシリーズ全3話を一気に紹介するぞ。それでは聞いていただこう。友人から許可をもらったので、友人の話をさせてもらう。友人は、お菓子を報酬としてたまに除霊をしている人だが、決して霊媒師にはなりたくないらしい。友人は結構力が強いのだが、あんまり自分から活動はしたくないらしく、除霊をするとしても妹さんの知り合いとか、ご両親の知り合いとか、まあ自分に近い人の除霊をメインにしている。今回はその中の、友人曰く土地神様、おそらくは土着神のお話。依頼は、妹さんの部活の友達のお母さんの知り合い、という、とても遠いところから来た。正直、そんな縁遠い人の依頼なんてめんどくさかったらしいが、その妹さんの部活の友達というのが、結構スポーツの方面がすごくて、世界各国を飛び回っている子だったらしい。その友達は、行った国でいろいろ連れて帰ってきてしまう子で、定期的に友人が見てあげていた。その筋からのお願いということで受けたようだ。まず、友人の経験上、お化けに疲れた、と騒ぐ人は、大抵、霊とは関係ない原因で不幸になっているらしい。今回の場合も他の原因だろうなぁと思っていたが、違った。もらった写真の家の床から、ボッコボコ黒いものが吹き出ていた。あ、やべ。床だ。どうやら霊障に間違いないらしいので、ここで初めて友人は依頼主に何に困っているか聞いた。その内容は、家族の仲がすこぶる悪くなった。また、子供の怪我が、回数を重ねるごとに擦り傷、治ったら骨折をするなど、だんだん程度がひどくなっていくというものだった。また、家庭内で男の人は怪我をして、女の人はヒステリーがすごくなっていたらしい。友人は霊媒師ではないので、普通の仕事をしている。そのため行ける日も限られているので、その間の予習のために、家や周辺の写真もたくさんもらったらしい。さらに友人は、依頼主の奥さんに写メを送ってもらうよう頼んでいた。そうすると、それから3時間、友人の携帯には途切れることなく家と庭の写真が送信され続けてきた。うわぁ？と思った友人は、どうにか有給をもぎ取り、予定よりも早くその家を訪れた。その家は、友人宅から同県内ながらも、車で2時間かかる山奥にあった。高速を降りた瞬間から違和感に気づいたらしい。友人は普通に霊が見える。首のもげた霊が何かわめきながらカフェでお茶を飲んでいるのを、日常的に見ている。なので、いろんな種類の霊を知っている。その山の霊には、共通点があった。体のどこかしらが一部分欠けているのだ。二つではなく、必ず一つ。山道に入ると、巫女さんがちらちら見えるようになり、みんなが九段の家を指し示していた。なんて親切なんだと思いながら家に着いた友人。その家は、三世帯住宅で家も庭もものすごくでかかったらしい。友人を出迎えてくれた奥さんは、やつれ切っていたが、奥さん自体には何もついていなかったらしい。嫌な感じはしたけど、嫌なものはいなかったので、友人は各部屋を覗かせてもらった。各部屋を見ていくうちに、ここの霊は几帳面なのかと思うようになった。こっちの部屋には足、あっちには腕のように、霊の欠けた体が収納されていたのだ。この辺りで友人は、これ、霊じゃなくね？と思ったようだ。写真を見た時も思ったのだが、親玉となりそうなやつが全く写ってなかったそうだ。実際に見てもそれらしきやつがいない。そこで友人は奥さんにこう言った。庭でタバコ吸わせてください。経験上、タバコを吸うと出てくることがあるようだ。水晶があるなら、何でもいいので持ってきてください。さらに水晶も頼む。水晶はモンスターボール的な役割があるらしい。その間友人は、友人なりに選んだ酒を飲んでいた。普段の彼女はお酒に滅法弱いのだが、除霊をしている時は全く酔わないそうだ。すると奥さんが、なんでこんなん持ってるの？と思うくらいのでかい水晶を持ってきてくれた。お分かりかと思うが、この時点で、タバコを吸い、酒をかっこみ、水晶を片手に持っているという異様な20代前半の女が出来上がったわけだ。余談だが、そんな異様な光景に周りの普通の霊がビビっていたらしい。友人はまだ相手の姿がわからないので、家の中心に水晶を置き、あとはひたすらタバコを吸うという持久戦になった。友人がその家を訪れたのが11時くらい。
準備にさらに1時間半。そこから、ひたすら夜の1時半まで、タバコと酒のターン。通常の例なら、こんなめんどくさいことはしなくても払えるらしい。時の神様だろうな。と、察していたため、荒い手段には出なかったらしい。1時を過ぎた頃、急にタバコの煙が友人にかかるようになった。あ、来た。やっぱり霊ではなかった。猿のような、白茶色のものが現れた。普通だったら、悪霊退散、とか、かっこいいのを想像したいが、友人はお経もわからない。そして1時である。彼女は待ち疲れていた。友人の除霊スタイルは、話し合いである。だから、喋れない水子や外国人は、大変らしい。今回は猿である。喋れなかった。お前何したかったの？いい。いい。なるほど。わからん。そんなわけで、多少困る友人。几帳面な収納をしているくらいだから、人間だと思っていたため、猿だとは思ってもいなかった。そうしていると、昼間道案内をしてくれた巫女さんが集まって、通訳をしてくれた。この猿、友人に攻撃を仕掛けていたらしいが、なぜか聞かなかった。代わりに、家の中にいた息子さんが、犠牲を上げて飛び跳ねていたらしい。この猿の寄り代を見つけないといけないのだが、話ができないのでわからない。そうしているうちに、息子さんは家を飛び出していってしまった。とりあえず、猿を捕まえておかないといけないので、水晶に閉じ込めたそうだ。水晶の能力には、時間制限があるらしく、急いで息子さんを探すと、庭で穴をひたすら掘っていた。巫女さんの話によると、この土地には、昔地主が住んでいた。その地主というのが、女をとっかえひっかえ食うやつだったのだが、死んでからも、美人を見つけると、たたり殺して食っていたようだ。そこで、土地神の猿が、これはあかんと地主を食べたらしいが、逆に地主に乗っ取られたらしい。なので、騒いでいた猿は地主。体の一部を大切にしていたのは、生前からの行いらしい。自分のものだという印。息子さんが穴を掘っていたのは、その、生きている時に集めた体の一部たちの上に家を建ててしまったからだ。話を聞かせてくれた巫女姿の子たちは、猿が神様だった時に、それに仕えてたもの。そして友人は、本当は人格が変わる危険があるので、普段はやらないのだが、巫女さんが、もう神様じゃない、と言っていたので、大丈夫だろうと思い、ついているものと猿を無理やり引っぺがして、自分に取り付かせてお持ち帰りした。ただ、女性では不利な類だと考えて、その足で友人祖父の霊山に捨ててきたらしい。あと30年もすれば、普通の霊になるんじゃないかな。自分に害がないうちでよかったとも言ってた。山神様は女性なので、男霊の猿はおとなしくしているだろうと。後日、また家を訪れると、息子さんは元に戻っていたらしい。友人は巫女さんの供養をして、家を後にした。お菓子マジうまかった。これが彼女の感想だ。友人曰く、よりしろは相手が神様じゃなかったので、見つけなくても平気だったらしいです。当時、高校生の友人は、地元の大きなお祭りに、友達3人で行くことになった。何の神様かはわからないけれど、本殿と小さな分社のある神社のお祭りで、ただ屋台が2キロ並ぶだけだけど、地元の子供は、この日のためにお小遣いを貯めるほど、連れの一人の M は、生粋のお祭り女で、転校してきて初めて参加するこの祭りをとても楽しみにしていた。お祭りは2日間行われる。2日間のうちのどちらかは必ず天気が崩れるのが毎度のことで、その年は初日に雪が降った。M は大変はしゃぎながら屋台を回っていたのだが、肩抜きできたから見せてくる、と言った切り姿を消してしまった。友人はもう一人の連れと探したが見つからない。肩抜きやあたりを見渡した時、友人は気づいた。気づいて、それを連れて本殿の方へ走った。M がいた。本殿ではなく、橋の分社を、一心不乱に自分のマフラーで掃除していた。掃除して欲しかったの？ああ。どうして私に言わないの？ああ。後から追いかけてきたもう一人の友達は、さっぱり状況がわからないようだったが、友人の何かを掴んでいるような不自然な手に気づいて尋ねた。また霊が何かしたのか？友人が掴んでいたのは、M の中身だった。肩抜き屋の外で友人は、精神だけポンと追い出されて、糸のような細い白いので肉体と繋がれている、幽体離脱状態の M を見つけたのだ。中身に入ってるのは、分社の神様。なぜこんなことをしたのかわからないが、誰よりも楽しみにしていた M を襲ったこともあって、友人はいろいろな理不尽さが腹立たしくなった。その様子を見て本殿の神様も寄ってきた。出て行け、ふざけるな。右手に掴んでた M の中身を本体に押し付けて、友人は神様を追い出した。神様を怒らせると恐ろしい目に遭うことは知っていたが、生きている者に勝てる実体のないものはいないらしい。
M は元に戻ったが、思った通り無理に押し込んだので、目は覚ましたが吐き続けた。何が起こったのかわからない M と、背中をさするもう一人の連れ、案の定怒っている文社の神様。神様の自分勝手に付き合ってるほど学生だって暇ではないんだよ、と。呪われるの覚悟でご神体を破壊して、よりしろなくしたろかと思ったそうだ。その時、本殿の神様が文社の神様をつついた。そうすると、急にしおらしくなって、よりしろに戻っていった。M の体調のこともあり、向かってこないならと、友人は神社を出ようとした。その時、本殿のそれに気づいたらしい。お菓子、正月飾り、餅、露店に並ぶ様々なものが備えられていた。文社は、隠れるように裏にあり、祭り前の掃除の時も適当にされたのだろう、雪と汚れがひどかった。少し休んだら、M は嘘のように元気になり、また露店を回り出した。友人は連れたちと話し合い、今度は露店のものを二つずつ買い、文社に備えて帰った。言いたいことがあるなら言ってほしい。神様って本当に人間臭い。私に話してくれた後、彼女はそんなことを言っていた。今回は友人が書いてくれたので一人称になっています。神棚がある家はたくさんあると思う。あそこには律儀にちゃんと神様がいて、私は家神様と呼んでる。他に土地神様がいて、土着神様なんて大層なものではなく、ここに縄張りがあるよ的な考えでいい。当たり前だけど、土地の上に家を建てるから、家神様と土地神様は提携を結ばなければいけないが、中にはそりが合わない組み合わせもあると聞いた。土着神は縄張りを見張って、家神は地を見張るという違いのせいだろうか。幼い頃からそんなものが私は見えていた。父方の祖父母の家神は白蛇だ。何年か経って白蛇は商売繁盛と聞いて、目立たない美容院を家とくっつけて、おばが経営しているあの店がお金に困った様子がなかったことに不思議と納得した。しかし祖母はだらしない人で掃除ができず、いつも床がコーヒーでベトベトだった。土地神様と仲が悪いわけでもないけど、神棚も埃まみれになってることが多く、蛇がだるんとしていた。かわいそうで、畑で叩こうとするが、埃が散るからやめろし、と言われるので、幼い私は怖くて手を出せなかった。せめてもと思い、行くたびにお水をあげていた。私が中学生の時に事件が起きた。家神様がいなくなったのだ。父に店の経営の相談をたびたびしていたのは知っていたが、いつも神棚や柱の上にいた白蛇が、どこにもいなかった。せめてお水を定期的にあげてと言っておいたのに、私の言うことは母しか信じてくれていないのは分かってはいたが、祖父母の家で怒り散らした。そのまま家を飛び出して、蛇を探しに行った。真っ先に、小さい頃からお世話になってる近くの神社の神様に相談しに行くと、神社の柱に見慣れた白いそれがいた。申し訳なさそうにこちらを見ながら、柱の陰に隠れていた。何より心配していた私は、その場で泣き崩れてしまった。白蛇は、その神社の神様たちに帰れ帰れと言われて、一緒に帰ってきてくれた。幼い頃から話を分かってもらえず、隠して生活してきた私にとって、家神様はもちろん、非常識的な人たちは何より大切だったから、もう会えないのは嫌だったのだと思う。それからは家ですることもなく、おばの経営不振もなくなった。相変わらず、掃除も水もお酒もあげてくれないけど、文句言われても私が行った時はしてくるようにしてる。家神様が私が行くと、ちらっと見てくれるのが嬉しい。もう家出しないでおくれよ。どの話も面白かったけど、最後の白蛇様が可愛いよね。ああ、家出が見つかって申し訳なさそうにしてるとことか、神様たちに帰れと言われて帰ってくるところとか、めちゃ可愛いよな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか ?1、1話目、土地神様。2、2話目、地元の大きなお祭り。3、3話目、家神様。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。